この沖縄のが好きという気持ちが形になる沖縄手帳の編さんのお手伝いも3年ぐらい前からさせてもらっております。はい。というわけで今日は、あの、代表がいなくて心細いですけれども、はい、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。歌猿ぐとウニゲーサビラ。はい。というわけで、はい、ゆきさん、今日は何の日か。 かりますでしょうか今日は6月9日ですよね、6月9日といえば、手帳を見ますと、ロックの日、正解です、きのう、ロックの日でございます、語呂合わせで、これ考えたら、日本だけのことなんですよね、ロックのそれで、世界でロックの日ってあるのかなって調べたら、1月8日が世界的なロックの日になっているそうで、1月8日っていうのが、皆さんご存知で、エルヴィス・プレスリー。 とか、それから、えー、まあ、ついさ最近亡くなられました、デビッド・ボーイの誕生日。あ、はい、そうなんということで、で世界的に1月8日が、はーはーロック、私にとって暑い日ということで、<ー>まあ、ここ日本では今日はロックの日ということで、<laughs> まあ、そしてまた、せっかく沖縄ということなので、はい、沖縄とロックの関係について今日はちょっと調べてきましたので、はい、紹介していきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。 ゆきさん普段歌三振をやられてるはい、はい、ということですけどもロック音楽も聞いたりしますかロックも好きですもうジャンル問わず音楽が好きですいいですね、はい、私もロック私はもう世代今年三十になるんですけれどもロックというよはパンクの世代になりますかね、はい、グリーンデイ、サムフォーティワンなどを聞いていましたけれどもまあこの沖縄のロック 歴史を遡ると、えー、1964年頃になると言われております。はい、その時っていうのが、ま、後にコンディショングリーンを結成する、カ、はいまあ、かっちゃんこと、はい、川光勝弘さん、そして後にメデューサというバンドを結成する、 キャンサンなどを中心に結成されたウィスパーズというバンドがその走りなんだそうですがその頃はあのまはあ、ベンチャーズ系のサウンドを中心にしていたそうです<ー>1966年に入ると、はい、まあビートルズがまあ流行り始めますけれども、うんはい、その頃沖縄ではチャマーズというバンドが登場していたそうですうそ私ももうリアルタイムではないので全くわからないバンドの名前が多いんですけれども、うんはい、そして70年代に入りますと ベンチャーズとかビートルズの時代が終わってしまいまして、まあ、その頃から沖縄のロックシーンというのは4大ハードロックバンドの時代を迎えるわけなんですが、うん、そのハードロックバンド聞いたことある方も多いと思いますが、はい、キャナピス、うん、そしてコンディショングリーンき、そして紫ですね、うん、もう大御所の皆さんばっかりですけれども、うん、その4つのバンドが、えー、沖縄のロックシーンを、えー、まあ引っ張っていく時代になっていきます、うん、まあその後、74年にはメデューサというバンドが参入してくるわけですけれども その背景にはあの、ベトナム戦争というものが実は関わっているんですね。すねうん、まあ音楽と戦争ってあまりピンとこないかもしれませんけれども、まあ、戦後、沖縄にはたくさんの基地が、はいえー、できてまして、その時から、まあ、アメリカの文化、まあ、音楽も一緒に入ってきたわけですけれども、はい、このベトナム戦争というころには、沖縄の基地にはベトナムに派遣されるアメリカ兵がたくさん、うんはい、駐留していたわけですね。はい、で、あの、金、ま、城、あ、とか、コ、え、ザ、ー、今の沖縄市ですとか、そういったところのライブハウスのお客さんというのがもうほとんど、 アメリカ人だったということで、うん、まあこのアメリカ人、アメリカ米兵相手にロックをするわけですから、うん、もう生半可な、中途半端な演奏ができないということで、うんうん、それでまあ日本本土よりも、あの、もう技題磨きいられて、でもハートも熱くさせられてというようなロッカーたちが増えていったんでしょう。うん、だもね、これから戦場に行く兵士とかね、そうですね。やっぱり状態がもうね、高ぶってると思うかもしいう気持ちを,うう人を相手に。うん。うん、まあ、いろいろ、この間、テレビで、沖縄ロックの、あの、 番組がやってて、その時の,バン,ドのバンドの人が語ってたのは、最初の頃はもうあの演奏中に瓶とかガラスとか、うん、あの背景に投げられていたって、うん、でも怪我しながら演奏していたっていう話を聞いて、あ、うん、あ、すごい環境だったんだなと思いましたけどもね。はい、で、そう言って、まあ、ベトナムからまた行く人もそうだしって、帰ってくる、うんはい、ベトナムから帰ってきた兵米兵たちのもう精神的に巻いて疲れきっているということで、うん、彼たちは、まあ、あの自分たちの気持ちを紛らわすために、まあ、より大きい音、うん、してより刺激的な歌詞、はい、歌、 ですね。そしてまあ、もで、より、本場、沖縄の自分、あ本場、アメリカの、うん、アメリカのロックに近い音楽というのを求めていたということで、うん、まあ、そういった環境もあって、沖縄ロックが、あの、まあ、磨かれていったという時代があったそうです。うんはい、はい。そして、まあ、同じく、まあ、そして1975年の4月30日に、このベトナム戦争っていうのが、えー、終結するんですけれども、もうん、はい、その途端、沖縄に駐留していたアメリカ兵たちは、急にいなくなってしまうわけですね。うんはい 今まで、このロックバンドたちはアメリカ兵を相手にやっていたんですけれども、このお客さんがいなくなって、もう軍隊が必要なくなったっていう同時に、もう沖縄のロックっていうのも衰退していく時代になってしまったんですね。軍の時代から観光の島になっていたというわけですね。まあそして、ここでハードロッカーたちはどうしたかというと、本土進出に向けて目指すわけになります。で、この同じ年、1975年の8月に、この紫が本土デビューを。 果たすことになります。うんはい、1975年私はまだ生まれていません。んはい。でこの、えー、この1976年翌年ですねデビューから4月1日にはファーストアルバムがリリースされて、もうファーストリリあアルバムがリリースされてすぐ翌年にはあのー、当時。 ミュージック・ライフという音楽雑誌があったそうで、はい、あ今,はいで今でもあるのかな、あるんじゃないかな、そのま,まグループムーンにおいて、うん、まあ当時人気があったチューリップとか、五大悟を差し終えて、人気投票第1位にまでなったということで、知らなかったです、すごいですね、沖縄の昔のロックバンドが。t u l と五大悟を抑えて1位ってことは、もうちょ相当な知名度ですよねそうですね、ねその頃どんな音楽が流行っていたか分からないですが。うんうん すみません、えーまあ、そういったことで、まあそのえー、この紫が1位になった1977年というのはちょうどザ・ベスト10が始まった年でもあったり、<ー>そして今でも人気がありますアムロ。安室奈美恵が生まれた年でもあったそうなんですね、<ー>そういった時代背景があります。<ー>で、その後この沖縄の6神というのはどんどんあこの日本本土に進出していくわけで、<ー>えー、コンディショングリーン、ーそしてサンディエゴ。 そしてマリー・ウィズ・メデューサーというのも、うんえー、どんどん本土で成功を収めていきますうん、うん、でこれまで沖縄の音楽イコール、まあ、民謡というイメージが強かったものから、うん、沖縄音楽イコールハードロックという印象にイメージに変わっていったんですね今でも最近沖縄からたくさんのアーティストが頑張っていますけれどもスピード、うん、マックスダ・パンプ他に何がいますかねあの モン,モンゴル800、そうですね、うん、オレンジ、レンジ、HY、とか、うん、ビギン、もう、きりがないですね、ね<ー> <laughs> たくさんいますけども、うん、そういった沖縄の音楽史を語る上で、あの沖縄のロックっていうのは、もう避けて通れないということは、うん、これ、間違いない、だと思います。うんうん ね、私もぜひその時代に生きていたかったなと思う本物の、うん、沖縄ロックを体験したかったなと思いますけどはい、はい、それでも今でもたくさん沖縄のロックというのはまだまだ熱い、うん、で今日も6月9日ロックの日ということでコザ、うんえー、ミュージックタウンではロックの日に関連するイベントもあるということで、うんえー、皆さん、ぜひ足を運んでくださいうん、うん、6月今日あ、今日からか今日からあの沖縄市の音楽資料館音楽村というところがあるんですけどそこで紫展を、ね、されて。 でいろんな資料もあって写真とか映像とか一、はあ、日館長をねそれぞれメンバーが一日ずつされるそうなのであ行きたいというのを実は私、あの那覇で那覇太鼓というエイサー団体をの代表しているんですけども、はい、まあこれ創作エイサー団体なので、うん、どんな曲でもエイサーにして使っていいんですけども<ー>洋楽であったりロック、パンクヒップホップ、プレー系なんでもいいんですけどが。へー そうなんですね。うん、沖縄民謡だけじゃなくて。はい、で、実は、えー、2年前ですかね、あの、那覇で創作エイサーコンテストという、あの、年に1回行われてるエイサーの大会がありまして、はいはい、えー、この時私たち団体が、この、ま、曲で使ったのが、この紫のダブルリーングウーマンという曲に合わせてエイサーを作ったんですね。はい、えー、あんな早い曲で <laughs> そうですね。ちょっと、今までにないようなエイサーを作ってみたいと思って。 で見事、その年、うん、優勝いたしました。自慢の話になってますけども、ぜひ、うん、YouTube であの、ま、那覇大鼓と検索者たくさん画像が出てきますので、えー、その中でおととしのエイサーコンテストでダブル D リング運に合わせて A をたた、太鼓をたたいてますので、ぜひ見てみてください、うんうん、興味がある方は。私も、えー、去年、はい ですね。あの、セルラースタジアムであった音楽のイベントで、えー、全く知らずに、ちょっとあの遊びに行ったら、偶然紫が出ていてですね。はい、その時私、初めて生で見たんですね。すね感動しましたね。えー、かっこいい。今でも子供たちでも、あの、竜神マブヤのテーマソングを歌ったってことで、あの、子供たちも知ってる方多くなってきてるそうなんですが、うんうん、世代を超えて、また沖縄のロックが、これからまた熱くなっていければいいなと思います。はいはい というわけで今日ロックの日ということで、はい、紫の紹介をおにしましたので、はい、ゆきさん音楽の紹介お願いします。あ私ですか、はいえあの。発音良さそうだから <laughs> かっこよくやってください。わかりました。紫のデビュー曲、まあ、デビューしたのが1976年4月1日にリリースされたファーストアルバム「紫」の1曲目に入っておりましたで実はず昨日ですね月、はいあ、6月8日にデビュー40周年を記念してニューアルバム を発売しましまた、えー、えクエイサーというアルバムを発売されました、うん、その中でもデラックス版のみですがボーナストラックにライブバージョンが収められているということで、うん、ぜひお聴きください紫で、うん、ダブルディオン・ウォーマン でも何分これ以降、何分ぐらい使われたい、えっと、もう、先ほど内容もないので <laughs>、10分、10分、10分あればいいかな、分かんない <laughs>。です <laughs>

紫のダブルディーリングウーマンを聞いていただいています沖縄手帳発行人の時間この時間は丸るま印刷の提供でお送りしています 沖縄手帳発行人の時間です次のコーナーではここ一週間の中から面白い出来事を紹介します沖縄手帳お持ちの方はぜひ手元に用意してくださいはい、えー、紫のダブルデイリングルーマンかっこよかったですねさて、えー、まあ今日はロックの日ということでしたけれども、はい、さて昨日6月8日は何の日だったでしょうか、うんね 6月8日は特に語呂はない,ないと思うんですけどいす、ね、旧暦、ね、はい、5月4日だからゆっかの日です、ね、そうです、ゆっかの日、うん、あこれも沖縄手帳、旧暦の、えー、ことも書いてますので、えー、すぐ分かります。はいえー、このゆっかの日、沖縄でゆっかの日といえば、はりですけれども、はい、り見に行かれたことはありますか。はいうん 来て沖縄来てすぐの年に那覇ハーリー行ってでほうほう去年イトマンハーレー見ました。あ結構楽しんでますね。はいはい、楽しんでます。そのうち出てもう出場までするんじゃないですか。はい、本当に腕の力がない。絶対それはありえないんですけど <laughs> <laughs> 見る方で。はい、ええー、まあこちらからもう沖縄のハーリーについてあのお話していきたいと思います、はいまあ。沖縄ではこのハーリーの鐘が聞こえると、まあ、梅雨が明けると昔から言われていますけれども、うん、もう。 スタジオからですねえ。雨がそろそろなんですか、えー、向こう青空が広がって、昨日夜中結構大雨降ってましたけれども、うん、はい、もう梅雨になるんじゃ、明けるんじゃないでしょうか。<え>まあ、時々梅雨が明けるというのは、イコール暑い夏が来るということになりますので、<え>ちょっと <laughs>、それもどうかと思いながら <laughs> <え>、えー、乗り越えていきたいと思いますが、 このハーリーというのは、まあ、サバニと呼ばれる、はい、あの漁船を使ってスピードを競うレースですけれどももともとは海、い、中、うん、漁師の豊漁とか航海安全を、はいえー、祈願するためのお祭りとして行われていました、はい、でこのハーリー、まあ、歴史を遡ればもうこれば約600年ぐらい前の琉球王朝時代に中国から伝わったという 話もあります。まい、あ。いろいろ説はあるんですけれども、中でも、はい、えー、まあ、14世紀頃に中国に留学した学生が、この、まあ、現地で見た、この波流線競争を見て、えー、まあ、戻ってきた後に伝えて広まったという、うん、えー、話が残っていたり、また、那覇市出身の、ま、長浜という人物が、うん、ま、琉球の死者として中国に送られたわけですけれども、この中国でこれを見て感動して、で、戻ってきて、王府にすぐ伝えて、で、これがまた沖縄でも広まったという、 説などまあ、いろいろ諸説あるそうなんですけれども、うんうん、どうなんでしょうかね、中国の、ね、人に聞いたら、こうよくこ,のこういう船の競争の行事、はいはい、見たことあるっておっしゃってたんで、やっぱり中国ではもうポピュラーみたいですねなるほど、やっぱり中国の文化として、うんまあ、日本国内でも長崎の方でもこういったハリウッド競争があるとか、東南アジア、あちこちで行われているそうなんですけれども。うん まあ、この沖縄でのハーリは、まあ千八1879年、廃藩地件の時に一時禁止されたりもしたそうで、まあ、1879年私は言わなくなった琉球と、というふうに覚えてますけれども、であったり、また後の沖縄戦の影響で長らく中断を余儀なくされたということですが、まあ、だけど、ひっそりと沖縄の漁師文化として、途絶えることなく、 今ででも受け継がれているいるととうことなんですねそうういえばそうですよ、ねうん、そんな、ね、歴史あるとは思ってましたけどそれはいろんなことあったから中断ししたたりはしてたんですよねそれでまた復活されてはい、はい、あちこちで行われているのが、うん、いいことだと思いますけれども、はい、まあ普通あの一般的にハーリーというとんさいくナ波ハ,ハーリーのイメージが、えー、大きいと思いますけれども、うんまあ、ナ波ハ,ハーリーはこの観光客でも多く楽しめるようにということで5月のゴー,ルデンゴールデンウィークに合わせて開催されておりますが。はい 新歴の、ね、がゆっかの日のハーリーは、えーまあ、沖縄あちこち行われますが中でも有名なのが糸満、まあ、ハーレーですね、うん、生き様を見に行ったという糸満ハーレーですけれども、はいまあ、これもまたよくどうしてハーリーのことを糸満ではハーレーと呼ぶのか、うん、ということがよく疑問に上がるんですけれども、これもまたいろいろ説があるということで、うん、私が聞いた話ですと、まあ、昔はこの競争戦のことをハレブネと呼んでいたそうで。うん でそういうこの晴れ船の晴れから糸満とまあ港側の方でもハれレーと呼ぶようになったと言われておりますけれども、由紀、うん、さんはまた別の情報をお持ちということで、うん。この前聞いてきたんですよ糸満ハれレの実行委員の方に、んんそしたら、昔は舟貼らせ数部って、ね、んん船を競争させる勝負っていうの。はいはい 打ち直ちで言ってるだけなんですけどそれをハラセーの部分をハラセー、ハラセって取り出して言ってたみたいなんですけどそれが変化したものっておっしゃってましたなるほど、ハラセハラセー、ハラセー、ハラセー。いろいろな地域によってもこの由来というのはまた歴史背景も変わってくるのでそれぞれのハーリー大会を見に行って調べてみるのも面白いかと思いますこの糸満ハーレーですけれどもくんぬか製という競争がびっくりしました、見たとき。 私まだ一度も見たことなくてですね毎回どうしても平日に当たってしまうのでなかなかいけないんですけどむくぬか製というのはレースの途中に一斉に船を転覆させて急いで元に戻して水をかき出して横に一回転するんですよすごいですよこれ元に戻せなかったこととかってないんでしょうね鍛えてらっしゃるからねそれはないと思うんですけどねまた乗り込んで最後またこぎ続けるという必見 ですので、はい、昨日見逃し方はぜひ来年、うん、<laughs> 皆さん、ちょうど今日はあは春分にも大きく一面取り上げられてましたけれども、うんえー、今年は西村,が,西村が,が優勝したということで、うん4、4年連続の優勝だったということで、うん、また来年はどこが勝つか楽しみです。うん、でまた、この南部のハー,レー,ハーリーでは、大島のハーリーというのもまた人気がありまして、うん、あの大島といえば、ゆきさん、何を思い浮かべますなんか いしもんあるですよね天ぷら、大島に行かれたことあります。ぜひ行ってください、天ぷら、おいしいですし、作りたてのおっきい股を、天ぷら、私も先月行ってきたばっかりなんですけどね、天ぷらを食べるためだけに行きましたけど、その大島の橋がかかっている、本島から大島に渡っている橋、5メートルぐらいの高さあるんですかね。そのの橋上から 海に飛び込んで、うん、そこから乗船して漕ぎ始めるという流れ船という、えー、あの競争があるそうなんですけ<え>れも。漕ぎ手全員がですかそうです。漕ぎ手自らがあは、ね、あの橋から飛び降りるところからがスタートというこすごいその一つの見どころとなっておりますので、えー、これもまた見たことない方、私もそうなんですが、来年、再来年。えー 全部同じ日に行われますのでね、でね1順に一つしか見られないんですけれども、うんうん、これ、絶対旧暦の5月4日から動かさないっておっしゃってました、イトマンハーレの方はーのね、<う>平日でも学校、仕事も全部休みにして、はい、でもやるっていうか、すごいですよね <laughs>、うんはい、羨ましいですけれども、うん、<laughs> あっ、仁さんもなんかハーレーに出たことがあるとかってはい、実は私、7年ぐらいになりますかね、那覇ハーレンに毎年。はい 出場させてもらっておりまして,まてー那覇張りのホンバーリーホンバーリーというのはまあ最後のメインイベントで、はい、トマリー、那覇、久米の3チームで争い儀式、うん、的なウガンバーリーというものも有名ですけれども、はい、私は毎日久米のチームで、はい、出場させてもらっております小喜手で小喜ですねすごい、はい まだ私が入って7年間優勝していないので、クメのチューンは。えー、どうなんですかすごいしんどいですか <laughs> もうしんどいところか。<laughs> まあ自分自身のしんどさもあるんですけれども、うん、一番大事なのが、このみんなと息を合わせる、うん、みんなと合わせる練習が、もうこれが勝負ですね。あれ練習何ヶ月とかやるんですかもう1、2ヶ月前からスタートしてますけれども、えー、なかなかこれが私は一番エイクといって一番前で、あの、超えますので。一番英句って 花形じゃないですかとは言いますけれども <laughs> 後ろが見えない分 <laughs> <ー>もう私が引っ取っていくしかないので、えー、目の前にいる金打ちと呼吸を合わせながら頑張ってますけど、えー、<laughs> なんかもう一番エいクになったら嫁のもらい手に全然困らないみたいな話聞きましたけど <laughs> 実際どうでしょう <laughs> 困りながらも <laughs>、えー。 すごい、かっこいいですね。張り回せて、ぜひ、ね、あの、見に来てください、来年は。で、えー、実は、今週末、まだ、ハーリー終わっていない、ところもあります。はいはい、えー、万丈市佐敷の、馬天港で、開かれます、馬天ハーリーが、ありますけれども。それの、実は、私、職域レースで、出場します。えー、この馬天港っていうのは、まあ、昔、琉球を統一した小波市、小橋。 が、拠点校として使っていたということで、歴史ある、由緒ある港で行われるということで。えー、今年の、今週の6月12日、日曜日ですね。はい、ぜひ見に来てください。すごい。職域レースっていうのは、職場対抗みたいな。会社対抗みたいな。そう,そうですね。はい。私は、あの、今、サンゴシャスコーレというところで講師をしているんですけれども。うあの、那覇にあるフリースクールですね。はいはい、あの。そこのチームとして、出場します。<ー>また、この那覇ハーリーの船と、この。 バテンハーリーの船とはまた大きさもエイクの貝の太さもまた全然違ってこぎ方まで変わってくるのでねちょっと感覚があの分からなくなったりもするんですけどこのエイクでその本番に使うエイクでいつも練習するんですかそうですそうです、うん、もう本番で使う船とエイクでへえ仁さんすごいですね踊りもするしエんもやるし <laughs> <laughs> ハーリーの小ぎでもするし、なん、ええ、もう沖縄文化全部やってみるみたいな感じでとはいても。まあ言い換えれば浅く広くということで、<笑><笑> <laughs> 好きなことはやっとこうっていうだけの、えー、話ですけれども、い,もいいと思います。はい、はい。じゃあそろそろお時間になりましたので、はい、また来週も私ヨナなハジンがお送りいたします。お楽しみください,、はい。はい、沖縄手帳発行人の時間でした。ではまた来週。